入神社は、埴山姫命を祭神とする三重県滝郡滝町、入に鎮座する神社。縁起式神明町、飯高郡旧座に列せられた由緒ある神社である。聖武天皇が、東大時代仏殿の建立の際、水銀の産出をこの地の神に祈ると、たちまち水銀が湧き出したので、入明神と名付けた。また、佐賀天皇が降雨を祈ったら、霧雨があり、晴れを祈ったら、 晴れたという古事により、入大明神は旧、祈り春の神ともいう。中世、伊勢の国式北畑氏が、毎年参拝し、造営等の奉仕をした。その後、松坂城主、古田大善より、慶長16年高30国を寄進するとの寄付状が交付された。同年、伊勢下空権ゴン日ギ吉畜後が、当社官主を金以後東が、官主となった。 元羅五年紀州藩、徳川頼信から車両三十国を認められた。以後の藩主は自ら参考して、国家安能、五国法上を願い金銀等を寄進した。安永五年紀州藩主者奉行の次期支配になり、境内は五免拠地となった。また、遠方五年より、伊勢神宮の仙宮の翌年その古戸の材を、廃業して造営した時代もあった。 明治41年1月21日境内社十数社を講師した。なお近接する、神宮寺と共に水銀に関する遺物が保存され、両社は水銀を通じて深い関係にあることが推察できる。縁起式神明朝、飯ー家軍休座の一つ。王子、この地の山々より多くの水銀を掘り出し、伊勢の領宮へ貢いだことは、 下空休時期等にも記載されており、この神社には、金山淵、金山と伊藤の神宝がある。なお、明治41年2月18日から4月18日に、かけて、村内の八幡神社、八柱神社、金ラ神社、潮垣神社等34社を合祀し、現在に至っている。ありがとうございます。